え？フーバラさんからギフトが届いてる。何くれんでやろう。これはフーバラの対抗馬としてサンアップルをやれってことだね。どうも皆さんこんにちは、わいせつ系 YouTuber。 どうも皆さんこんにちは、ムーンバナナの対抗馬として西のムーンバナナ、東のサンアップルということで、今日も解説ほなやっていくぜ。ムーンバナさんみたいに台本書かへんからクソ雑インキャムーン、逆じゃない？あ、そうか、ちょっと取り直します。東のムーンバナナ、西のサンアップルこと解説系、新たなる解説の太陽となる男、俺やで。ぐたぐたやけど。あ、初心者解説してソロ行くからな。ほんま見といてや。見といてや。僕の言う通りにやったら、ビグロイ取れるからほんま見といてな。ちゃんと解説していくからな。ほんまに、ほんまにめちゃめちゃしっかりバジゴリ、ムキムキで解説していくからよろしくな。東のムーンバナナの顔に泥塗ったろわ。ボツやな。さあ、このわいせつ系 YouTuber サーアップルが、この待機島の地に舞い降りたぜ。ファイアウェイ。ということで皆さん練習しておりますか？練習しますか？フォートナイト。うまくならないですよ、練習なんかしても。気持ちは。まずね、エイム練習とかね、建築練習とかいらない。友達作れ。ライバル作れ。友達とやれ。そうすると楽しく、勝手にうまくなるからな。それが西のサンアップルの教え。聞け、ボケ、カス、ゴミ。お前らなんか練習したって一生下手なんじゃん。ゴミ。俺の動画見ろ。な。ゴミはな。ゴミはな。俺の動画だけ見とけ。再生数稼がせろ。ネタです。お許しください。このトゲトゲしいサンアップルのこの、落ち着きのなさに。まずは待機時、あ、今んとこカット。大丈夫。大丈夫、今のところカット大丈夫。まずは、そうか、一個一個解説していこう。この、やっぱりね、練習たるものね、こういう名前ついた激戦区にはね、降りた方がね、絶対にね、降りない。私、小心者なので、過疎地におります。ちなみに、僕は、そうっすね。一途なんで、はい。一つのことしかできなくて一途。タバコの銘柄もずっと同じ。どうもサンアップルです。ってことで私は決めて、まあ動画見てくれてる人は分かったんですけど、僕ここにしか降りない。で、敵の位置を確認しますね。まず、解説しますかね。こう敵の位置をちゃんと把握してください。どこに降りるか。どこに降りるかですよ。ね。どこに降りて、かぶせていくんですよ。降りる場所をかぶせていって、初動の、これが、このら勝利の舞。俺が最高のフォートナイト楽しみ方 ZE。 衝動をかぶさして、あいつあれをすることによってね、逆にいいんですよ。あいつは今ロビーで負けたことについて反省するんでね、勉強する機会をね、このサンアップル先生が教えてあげてるんですよ。わかりますか？機材もね、大事なんですよ、このゲームね。うん、だから敵から奪う、うん、武器チェーンもしない。もうこの武器捨てる、ダメだな、捨てたら。何しゃべ、そのままの流れで、やばい、僕のプランティングイメージに。大丈夫かな、これ。僕が、フォートナイト界隈からいなくなったら探さないでください。バイクさんアップ。ムーマーさんとか言ってるでしょ、こうやって。右から敵が来たら、こっちが有利角度なんで、こっちから、こっちから出たらダメなんですよ。こっちからなんか関係ない、正面。宝箱の位置わかんないでしょ？うろちょろして探してください。どっかにありますわ。あ、ありました、ありました。で、銃声の方に行きましょう。銃声の方に。そう。今のところ全然面白くないわ。初心者の皆さん、これめっちゃ大事。ツルハシを出し入れするという行為によって、敵に圧力をかけれるんで、こうやって。お、ワッタッパッ！
めんなよ。嬉しい時はとことん喜びましょう。え、飲んでる時は囲わない。もう資材が拾えなくなるんで、どこに何があるかわからなくなるんで、これをね、こうやってあえて食らうんですよ。で、自分でピンチの状況を常に危ない状況を想定して戦う。これが結局あれですよ、わいせつ系 YouTuber 屈指のマゾヒストプレイ。よろしくどうぞ。あと今シーズンからデカポー飲みながらポーイって、これ 3% 残すんですよね。 3% あえて回復してない、この男らしい感じ。あと武器も3つでいいです、僕強いんで。見ててください、絶対にビクロイするんで。もう引き出しがないぞ。もう引き出しというか、もう全部思いつきでやってるけど、引き出しがないので、もう面白くない。そう、敵の位置をはっきりと確認して、右からこう、しびれ引き出して、あっ、鼻毛ウィンドウ。ぶっ飛ばすぜベイベー。あと資材、これね、敵を倒したらね、こんなんいっぱいもらえるんですよ。もうこんなんもう無駄に全部使っちゃいましょう。こういうのね、こういうのいらないです。もうこれで全部進んでいきましょう。もうこれで進んでいけば、もうあなたの友達です。わかりますか。もうこれで全部使っちゃいましょう。もういらないです。エフェクトいらないですか。判定スペシャルからのこのままね、これでやって落下の練習をする。いてー、ここにスナイパーがあるんですよ。もう僕クラススナイパー なかったですわ。僕の武器欄が水族館みたいになってる。これ取りに行きましょう。これ この使い方はムンバーサーの動画見てください。そう、敵が現れました。敵が現れたら魚を投げて求愛行動を示して降参をしましょう。降参分かるぜ。よしよしよし、おっつ。そう、これですよ。これで息って詰めていく。そう、クリップを取るんですよ。これ一歩取るんですよ。これこの3アップルのクリップを、3アップルのクリップを久々すぎて下手くそだぜ。これで詰めていくんですよ皆さん。で、敵の位置わかんないでしょ。あ、いた。そう、降りてから考えましょう。よし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 、常に鏡越しで足音を立てない。面白くない。これが猛者の立ち回りっていうやつですよ。とりあえずね、アホは高いとこにいましょう。